はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。ね、今日はね、タミヤさんのこちら、これに加減隠れてる、これこの辺じゃないタミヤさんの、35分の1の、フィギュア、ドイツ歩兵セット対戦中期、こちらの方を作っておりました。はい、で前にね、イエローさんとね、これを紹介した動画でね、はい、そのうち作りたいよみたいな話をしてたのを今手をつけ始めまして、はい、本日はですね、組み立て編ということで、紹介し、動画を流していきたいと思います。はい、はい、でね、今回の組み立て編はなんとですね、20倍速というですね、まあ、組み立て編というのだけに絞ったこともあって、ちょっと前までね、100倍ぐらいで流れてた動画、結構ね言ってたやつが、今回は結構見やすいかな、どうだろうなっていう形で、見ていきたいと思います。まあ、ゆったりとね、はい、見れますよね。はい、こんな感じですかね。スタート。はい、スタート。はい、箱を開けて説明書を見てですね、20倍速で再生中というふうに、まあ、パーツをねこう切り出して、まあ、ペーパーかけて、はい、あと継ぎ目とかもね、ずっとこうヤスリとかでこうコリ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 削りながら一個一個のパーツをね組み立てていくという動画が今日は最後まで、はい、はい、続きます。はい、もうすっかり雪も溶けてね。あ、そうですね、はい、外のね、北大通り、車の動きも見やすい感じでね、20倍速だとね。そうですねフィギュアはね、全部で5体あるので、1体ずつこうやっていくような形ですね。でね、いつもの僕の工作だと全部作っちゃうんですよ、普段だと、はい、普段だと全部組み立てて作っちゃって、それから色を塗っていくんですけど、今回はね、結構組みながら迷ったね、今のね、作ってるやつ、ほらこれ分かる、片膝ついてるの、はい、片膝ついててこうね、ズボンのところにこう足が上の服のね、こうめくり上がったところとか、そういうのがもうね、パーツ分割して造形されてるのさ。へー。昔だとその辺なんかもう抜けないから一体になってたりとかして、影入れをさせて色塗っていけばよかったんだけど、今回はね、これちょっと真面目に結構奥まったところも塗らないとダメかなと思って、で接着しないで、接着できるとこはできる限りして、で接着しないでやっていこうかな、接着しないっていうか、ある程度全部基本色塗った後に接着して、それでそこから細かいところをやっていこうかなみたいな雰囲気でね、今ちょっとこうどこを接着してどこを接着しないでみたいな、すっごい今回、ね、悩みながら作った。あ、まあ塗りやすいような感じでパーツ分割をしながら、そうそう、はい、かといってね、全部バラで塗っちゃうとね、なんとなくこう組んだ後のね、一体感を出していくの作業が大変だったりとかするので、ね、悩んだね。これさっき見てると、この接着剤、こう青いやつ使ってますよね。青いやつ使ってる、緑色のやつね。これはこれ流し込み接着剤、流し込みじゃない接着剤使う時もあるかな、多分途中で、こういうフィギュアとかは流し込みを使う方が、あ、僕は多いね。あのパーツピタッと合わせてその間にシュッと流してやるだけでね、くっついてくれるから、でね、これがね、あとね、顔だけとかをね、別で塗ったりとかしてもいいのかもしれないんだけど、そこだと今度ね、さっきの流し込み接着剤でくっつけるにしても何にしても、その首が後から乗っけた感が出るのが嫌なんでね、塗装膜の厚さだけとかでも、それでね、これね、組み立ててる最中はもしかしたらね、顔つけないで行って途中でつけたんじゃなかったかな、この最初のやつは。まだ終わってないけどね、最初の1体目、そういうようなので本当に悩みながら、腕をくっつけちゃうとこの脇のところにあるホルスターが塗れないとか、そういうのとかがいろいろあってね、これね、本当一個一個パーツやってる間ずっとこのパーツは接着すべきか接着すべきじゃないかみたいなことね考えてた、なんで1体目こんな感じ、はい、これはほぼほぼ接着しちゃってるね、もうね、手も接着してるし顔も接着してる、でこれ2つ目、2人目、はい、さっきの膝を立てて、銃を持っているよね、形で、その時もね、こう説明とかを見ながら銃のね、なんだ、グリップ部分はさ、ね、この時代だと木製グリップじゃなくて、ね、茶色に塗ってるけどベイクライトだから、色塗る時は単色で塗らなきゃダメだなとか、それとか革、ね、革靴黒いんだけど中期だからそこそこ使い込んでるから、剥がれたとこは茶色っぽくしなきゃダメだなとか、そんなんとかをね、こうね、組み立てながらこうパーツを見ても色の構想は頭の中でどんどん作ってってる状態。
ここ塗るときはこうの方がいいかな、肩のところ、肩章のところちょっと削りすぎるとあれだからちょっとね、デザインナイフで今もエッジ立てとくかなとか、こう映像にないところの制作があるんですね。そうそうそう、頭の中ではね、いろいろ考えながら作ってる、またね、出来がいいのさ、本当にシワから何からどうしてやろうって思うもんね。これね、仕上げていくのが、まあ、まあ今後ね楽しみなところなんですが、これは今度立ってる感じなんですかね。はい、これは翔子さんなのかな確か、説明書も持ってきておけばよかったな。これ一番偉い人、突撃賞とかついた人だったな。リボンか、リボンついて、結構あのヤスリとかも使い分けてるような、あ、そうですね、ヤスリは使い分けますね。あの金ヤスリ結構使って、であとあのデザインナイフでね、なんだカンナ掛けしたりディティール直したり、あとねあのインフィニモデルさんのね、あの高値みたいのでちょっとディティール掘り直したりっていう作業がちょっとこの後ね、あのどのフィギュアやってるかによっていろいろ出てくるんですけど、そのヤスリに関してはね、前あの僕ヤスリの説明とかでも言ったことがあると思うんだけど、一本2本のヤスリでね、全部すごいいいものだからって言ってそれだけをずっと使っていろんな形に合わせ、いろんなところをそれで削るよりは、あの形に応じて適材適所でヤスリの太さだったり形だったりを変えながらやった方がね、やっぱり作業が早いのさ。一つをコントロールして使うよりも、同じ力加減というか同じ動きで、三角だったり平だったりかまぼこだったり丸だったりっていうのをね、当て方でいろいろ変えながら、コロコロやってますね。そうパーツもね、細いしね、これ今銃作ってるよね、これストックのとこかな、今接着して、本当にこんなになったか、これまあ銃持ってないけどね、今ね腕もつけてないし、きっとこれがなんかね、腕を使うのになんかあるんですよね。そう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 、これ腕をつけてしまうとここの腰の部分濡れないなとかいろいろ考えながら、写真用だけにねちょっと軽く接着しようかなとも思ったんだけど、いややっぱりやってるままを見せた方がいいかなと思って、結構これで何時間ぐらいだったんだっけな、15分ちょっとぐらいの動画のはずだから、20倍だと何本になるんだ30時間ぐらいか、違う300時間だから、やめましょうそうそう、そこそこ長い期間かかって作ってるんだよ。で今度の人はね、こう足の下にこう瓦礫みたいのがあって、そこに片足乗せてるような、ちょっとね、いやこの5体のねポーズが非常にね、本当になんかヒロイックな感じでさ、5体並べておくだけでかっこいいよね。まあ、戦車とかとね、条件模型に絡ませるのが一番いいんだろうけど、あのパッケージの、あの箱絵、あのような並びになるってことですよね。いやまあこれはちょっとスケール違うから、スケールっていうか人の大きさが違うからあれだけど、このポーズに全部なるので、なるっていう、このポーズになるので、なんかポコポコポコっつってね、なんかランナー1枚だけ入ってたそうそう、そのこういうとこの塗り分けとかをどうしようとかさ、この腕があってここのねポーチのとことかね、この奥まったとことかね、この人なんてものすごいこう今作ってるね、膝上げてる人、この人とかね、この腕があって銃があってその下に装備品があってっていう、非常に塗り分けとかをどうしようかなとかって考えざるを得ないようなポーズをしてるので、だからね、結構悩んで、どこまで接着しようか、この後の色塗りに対してどうしようかっていうのを本当悩んで作ってるよ。この銃とかは一体なんだ、一体だね、この銃は一体、これも塗り分けていかなきゃならないんだけどさ、なんか1個ずつの帽子もくっついてるのかな、今回の帽子はくっついてる、ヘルメットは別体、今だから帽子の人を、さっき2人作ったのか、この真ん中の人をね帽子にしたからね僕ね、じゃあ作り分けれる、あのみんなヘルメットかぶせることもできるし、みんな帽子にすることもできるし、みんなか、
うん、ああ外気に伝わってこの人ヘルメット、うんうん、かっこいいんだよな。救急箱とか弾薬箱とかもねいろいろ作ったりとかもできるしね、うん、ね、この腕の形一個一個ねこう気にしながら作って、そうそうそう、しかもねこのねあの例えばここに膝の上にこう腕乗せてるじゃん、うん、はい、したらねこのねこの継ぎ目のとことかにちゃんとねこの腕の形でここにピタッとはまるようになってるんだよタミヤさんのやつ、そこがすごくてさ、うんうん、だからなおさら接着しちゃうとどうやってね、うん、そこを縫っていこうかとかになっちゃうわけさ、ビタッときてるので本当にシワが自然に見えるような、うん、工作になってるから、うんうん、だからこうちょっと歪みとかも出にくいんですね、出にくい出にくい、はまるところが決まってる、そう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 、これはね作っててすげえなすげえって思う反面ね、うわなんか昔のみたいにザザッババって雰囲気で色塗れねえなみたいな、うんうん、とこはあったね、うんうん、これやっぱ5体作ってて、うんうん、このちょっと手かかるなみたいなのとかって個体差あるんですか？いやどうだろうね、まあ、作ってく分にはそんなに感じない、どれもすごく出来が良くて、うん、あと塗ってった時とかにはね多少あるのかな、どうなんだろうなとは思う、うん、正直、うんうん、ね、この銃のベルトとかはキットの中で再現されてないからそれを自分自身でこの辺作っていかなきゃいけないんだけど、うんうん、この辺りとかこの膝にちょうどこうかかるようにとかね、これ難しそうだなとか思って見てたりはする、うん、結構ねあの本当にただただ組み立てて接着していくだけじゃなくて、うん、自分の手元でくるくる回して角度見たりとかしてるシーンも出てくるとは思うんだよね、うん、この動画の中で、うんうん、で意外とこうね、なんていうんだ、うん、確認しながら、うんうん、で今回さ真ん中に木の丸い台置いてあるじゃん、はい、これなんかいや動画の写りもいいし、それから何あのパーツその上に載せとけばさこの一体に使うパーツなくさねえなと思って工具とかじゃなくて、そうそうお皿じゃないけどこれなんか作業するにこう小さいフィギュアだったらこういうのが必要なのかとずっと思って、いやいやいや、ただなんかねあったからなんかなんかの台に使おうと思ってずっとやった丸いホールソーかなんかで抜いた木なんだよね、その木のコッパがあってあなんかちょうどいいじゃんとか思って、うんうんうん、はいはいはい、なんか最終的にこれがステージになりそうなりそうな感じだね本当にね、そう、うん、ちょっと磨いたりとかしなきゃダメだと思うけど、うんうんうん、なんか使えそうだなと思って、わすごいでしょこの服のシワ、うんうんうん、これだけでも分かりますもんね、うんうん、これです5体目、これが4体目じゃない、ね、多分5体目かい、うん、俺見てなかったちゃんと、うん、見てた見てた見てた、うん、やっぱ目線もみんなそれぞれバラバラなんですよねきっとね、あそう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 、うん、ねえ塗る時に35分の1だから目まで入れる必要があるのかどうか悩むとこだけど、目入れたら入れたらかっこいいんだけどさ、うん、今までね、戦車にね 38T だったりとか、マーダー1作った時の人は全部目入れてあるんだけどさ、うん、今回はどうしようかなとか思って考えてはいる、うんうんうん、35分の1ってことは35分の1の戦車とちょうど大きさが、うん、そう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 、それと合わせられる、うんうん、でこのさドイツのさ中期の制服、中期ね、まあ、初期とかこの時代とかっこいいよね、うん、うん、本当にこれもねズボンとね上のジャケットとの色のね微妙な違いとかね、うん、このね襟とか肩のねこの色違うところとかをどうやっていこうかとかね、なんかいろいろ考えちゃうんだよな。あとブーツとかも結構ね凝ってますもんね。そう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 、うん、ね、うん、ドイツ軍はおしゃれだよね本当に。うん。かっけえな、うん。どこまでいけるかな。もうなんか今からねすごいね塗装が心配。でもなんかこう形になってるのを見ていくと、うん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 、ちょっとこうどんな風になっていくのかちょっと楽しみではありますね。まあ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 、うん、見てる方からすると、うんうん、自分も結構楽しみは楽しみだ本当に、うんうんうん、本当に、あやっぱこれ4体目じゃない、俺この日 4番目に作ったような気がする、あ違う5体目だ、うん、ごめんごめんごめん5体目だ、
肩にあれだね、MG を背負った人だね。うん、でこれは背負うのもあのベルトはついてないんですよ。ベルトはついてない。うん、そうベルトは自分で作るか、うんうん、この状態だったら接着するしかないんですか？どこかに。あ、そうだね。うんうんうん。手とか肩に接着する感じになるかな。うんうんうん。そう、双眼鏡のベルトとかも作った方がいいのかなとかね、なんかね、いろんなこと考えてる。とりあえずね、ヘルメットの紐もね、その辺は造形が入ってないんで、うんうん、そのあたりもやらなきゃなとは思ってはいるんだけど。うんうん。これは割とこう全部くっつけた感じですかね。うんうんうん、そして全部出来上がってからいろいろ悩んでて、うんと思ってここで顔つけたんだ俺。うん、さっきね、写真途中途中の写真ちょっと一番最後に撮ったんで顔くっついてたけど、ここで今作業的に顔くっつけてるね。うんうん、顔は接着しようって決めたんだよ。別に塗ろうか、ここまで悩んでたのずっと。それを全部顔接着してって、そしてこうちょっと並べてみて、でこんな感じですよ。はい、はい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 、あ、なるほどね。ところどころ腕がついてない。そう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 ですね。あ、ヤクゴちゃん自分で書いてんじゃん。なんだよ。交互期待とか書いたぐらいにしてね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。とりあえずね、5時間かけて今のところまで組みました。はい、はい、5体1体1時間ぐらいかけてるんだね。うん、そう考えるとね、うんうん、でも1時間で作れちゃったっちゃ作れるんですね。そうだね、色塗らないで組む、うん、で今バーッと全部接着しちゃってれば、うん、もうそれで形にはなってるから、うん、で今悩みながらでね、腕接着してなかったりとか、うん、ね、あの部分的にこう腰外れるようにしてたりとかっていうキットはいろいろあったけど、うん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 、でまあ今のところはこういうイメージになるんですね。なる予定です。はい、なる予定です。できるだけこれに近くやっていきたいとは思っておりますが、まあ、どういう風になることやら、これから塗装にね、次回は入りますね。でちなみにあのこの動画長尺版も用意してありまして、私すごいね、これ20倍でくるくるくる回しながらこうデザインナイフを当てたりヤスリ当てたりしてたじゃないですか。あの辺の手元が分かるような状態の長尺版の動画も用意してありますので、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。はいはい、はい、では今日はこんな感じですか。はい、はい、ね、今度次回のね、そうですね、この辺もちょっと楽しみにしながら、はい、今日はこの辺で、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、三宅模型では各種 SNS、Twitter、Instagram、Facebook やってございます。YouTube もね、あの高評価、それからチャンネル登録いただけましたらモチベーションも、はいはい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、本当にのでぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、不定期ではありますがこの2人であのライブ配信やってございますので、そちらも遊びに来ていただければと思います。はい、皆さんお待ちしております。お待ちしてます。